茶番が思い浮かばねえ。おい、茶番思い浮かばねえんだけど。おい、どうしてくれんだよ。あ、どうも。こんにちは。ということでね、まあ、茶番が何も思いつきませんでした。どうも、スラビビです。今回ですね、こちらのスマブラスペシャルやっていくんですけど、まあ、このね、新キャラのパックンフラワーさんが出たということで、まあ、このパックンフラワーを使って、バグをね、ワリオバグ、は、なんだっけ、ワリオ小顔バグね、やっていきたいと思います。どのキャラクターもね、ワリオの小顔バグやっとけば、まあ、どうにかなるでしょうみたいなとこあるんで、このパックンフラワーマジで強すぎて、なんか、俺も頭から、花生えそうだわ。適当に面白そうなアイテムを追加しまして、面白そうなアイテムつっても全然ないけど、ファイヤーフラワーとか良くない？マリオっぽくない？で、パックンフラワー。間違った？俺がパックンフラワーじゃなくていいのか。俺はパックンフラワーじゃなくて、俺は、この、あ、どこ行った？あれ？あいつどこ行った？ワリオさん？ワリオ？あ、いたわ。おー、すごいすごい。おー加えていきますか、じゃあ。ちょっと待って待って待って、落ち着いて、落ち着いて。君たち落ち着いて、ちょっと。なんかこの時点でやばくない？お前。お前、何食ってんの？何も面白みがないと思うんだけど。まあ、やっていきましょう。まあ、適当にね。適当にとか言っちゃダメだよ。自分が見たいだけ。うん。もう、その自分がやりたいこと動画にすればいいだけ。うん、それが、YouTube。まあ、ゆるくね。ゆるく見ていきましょう。せーの。はい。目が出た。ちょっと待って。え？やっと毎日の水やりの成果が出てきました。ありがとうございます。こんな小さくなんの？なんか、普通に可愛いんだが、目が出たばっかりの花みたいになるんだね。へぇー。はい、以上です。はい、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 なんかいろいろやっていきましょう。なんかね、ワリオバグがいまいち微妙みたいな感じだったんで、なんかうろついてんだけど、このキノコ。え、すごくない？なんか。見てこれ。生えたよ。パックフラワーになんか生えた。めっちゃ汚染された病気の花みたいになってもうた。なんかすごい平和ですね。もしかしたらマリオがいない方が平和なのかもしれない。え、待って、待って。俺思いついちゃった。このキノコを生やした状態で、ワリオバグやったらどうなの？ワリオで、で、この 2P が、パックマン。パックマン？パックマンじゃ、間違えた。間違えた。パックマンじゃないよ。パックフラワーね。キノコをね、待っていきましょう。まあ、キノコすぐ出ると思うんだけど、キノコをやった、キノコをね、やった状態で、なんでお前いるの？あ、いた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 。これで、自分に、ちょっと待って、自分にこうやって、どうやってやるの？これワリオが、これ持って、オッケーオッケー。で、これで、オッケーオッケー。完全体、え、なんか、待って、なんかなってる。なんかなってるよ。えぐいことになってるよ。大丈夫これ。え、これ。どうしたこいつ。もうなんでケツにこいついるんだよ。どうなんだろう。まあ、いいや。見ていきましょう。それではいきます。3、2、1。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。お前パックンフラワー殺したな。もう明らかに殺してるな、これな。なんでお前そうやってさ、植木鉢を占領するの？パックンフラワーの種をさ、真ん中に、一番最初にもう育ってくださいって、撒いてんのになんでお前が出てくんの？パックンフラワー悲しそうやな、これ。キノコの裏側気持ち悪い。なんか他に面白いアイテムないかな？待って、スマッシュボールとか見たくない？パックンフラワーの。ちょ、一応見よう。ということでね、なんか色々アイテム追加したんで、まあなんかまたやっていこうかなと思います。あー、キノコ来た！おー、でかくなったよ。で、これで、ちょっと、持っちゃおう。持って、え、これ食われないのこれ。え、待って、でかすぎて食われないパターンこれ。嘘でしょ？おい、でかすぎて食われなかったんだけど。ってことは、ワリオもでかくなればいいんだ。えっ！ちょっと待って。今、落ち着いて。みんな落ち着いて。いや、俺、みんな落ち着いてる。俺が落ち着いてない。オッケー。明らかにおかしかったよね。え、ちょっともう一回見るよ。もう一回見るよ。パックンフラワーはどこ行った？おい、そんな間抜けな顔して、パックンフラワーまさか、殺したんか？お前がパックンフラワー殺したんか？てか待って、この絵めっちゃおもろくない？植木鉢にさ、フラワーが。これアイテム持ちながら加えると、アイテムがキャラクターを殺すっていう事態が起きる。俺スマッシュボール取りたい。は？これスマッシュボールじゃなかったんだけど。なんだこれ？なんか卑猥だな。なんかバナナって卑猥なんだよね。うん、ごめん。俺の精神年齢がバカ低い。